ジピットチャンネル始まりました。ケントです。今日はですね、ホルモン注射、自己注射の手順についてご説明したいと思います。で、僕はですね、女性から男性に性別を変更しました。もともと男性ホルモンを自発的に作るっていう体の機能がないので、男性ホルモンっていうのを筋肉注射で投与して、でね、声変わりがあったり、ヒゲが生えてきたり、体脂肪率が変わってですね、体つきが男性に寄ってくるっていうような効果があります。いくつか種類があって、錠剤とかね、パッチ式っていうのもあるんだけど、主に皆さん使ってるのが筋肉注射でのホルモン投与です。で、自己注射のメリットとしては、僕が一番感じてるのは、病院に通う、お金とか時間っていうのがもったいないなっていうことで、自宅で自分で打ってます。デメリットとしては、ちょっと怖いっていうことがあるぐらいですかね。それ以外はもうメリットしかないと思ってるんで、僕はもう圧倒的に自己注射派っていうことでやってるんですけど、で、劇的に楽になったし、時間の使い方、生産性が上がったなと思ってるんで、今回は自己注射についてご紹介していきたいなと思います。はい、それでですね、これちょっともう僕開けちゃってるからボロボロなんだけど、封筒に入って送られてきます。この医療系の、なんて言うんだろう、家庭の医療ポーチっていうのがあって、この中に今薬をこんな感じで入れてるんですけど、全部で6アイテム入ってます。このポーチの中にこの6点が、基本的に1回で使うホルモン注射のキットになります。注射針がですね、2本入ってます。18と25っていうサイズなんですけど、25がすごい細くて、これが体内に刺す時に使う針ですね。で、これが液体を吸い取る用の、体に刺さない針です。テシニモノンデポ、このぐらいの手のひらサイズのこの液体です。今から実際に、ホルモン治療の手順をご紹介したいと思います。まずはね、シリンジですね、開けます。そしてこの18の方、太い針の方ですね、でこのシリンジに回してつけるんですけど、この状態。そしてで、これ液体がですね、瓶の中でこう蓋の方に行っちゃったりするんで、ちょっとこうパンパンパンと叩いて下に液体を落としてあげて、でここに緑のマークがあるんですけど、この緑のマーク側から折ると簡単にパキッと蓋が開きます。こんな感じです。さっき用意した注射器とテスチノンデポ 125mm、 男性ホルモンの薬です。液体です。これすごい太いからちょっと怖いんですけどね、でも体に刺すわけじゃないんで安心してください。で、液体を吸い取ります。見えるかな、はい、全部きれいに空になりました。そしてまた蓋を閉めて針を変えます。今度体に刺す方の25の細い針ですね、こっちすごい細いんですけど、これをまたギュッと回して締めます。こうやって空気を抜いて、最後先からちょっと液体が出るぐらい、綺麗に空気が抜けました。準備完了です。分かりやすく立ってやりますね。人によって場所が変わってくるんですけど、病院に行くと腕だとかお尻に打つことが多いんですけど、あと自己注射はもも、太ももに打つこと多いんですけど、僕の場合は今お腹に打ってます。お腹が一番こう痛くないってことを気づいた。こちらですね、消毒シート。だいたいおへそから10センチから15センチぐらい左側ですね、おへそと同じ高さで消毒して、こうやってお肉をぐぐっとつまみます。脱ごうかな。で、つまんでると、もうつまんだ痛さであんまり感覚ないんですよ。逆手に持ってまっすぐ刺していきます。で、最後まで入れたら液体を注入していきます。見えないな、こんな感じですね。これ痛そうに見えるんですけど、そんな痛くないんですよ。つまんでる方が痛い。はい、で最後まで押し切ったらまっすぐ抜く。血も出ないんですよね、針細いから。で、最後は付属の絆創膏でおしまいです。で、ちょっとマッサージする。完了です。は
はい、これで男性ホルモンの自己注射完了でございます。これをですね、だいたい2週間とか、まあ、月に1回とか、人によって、あと薬の量によって感覚変わってきますけど、筋肉注射で投与してます。使い終わったシリンジとか針っていうのは、これ医療用の廃棄物なんで、家庭用のゴミで出せないんですね。これからちょっと対策がいろいろ変わってくるかもしれないんですけど、詳しくはですね、概要欄にクリニックのウェブサイトを貼り付けておきますので、興味がある方はチェックしてみてください。ホルモン治療の作用副作用の料金はいくらだとか、もっと詳しい情報に関しては別の動画を概要欄に貼り付けておきますので、そちらもチェックしてみてください。ということで、引き続きでトランスジェンダー情報、 LGBT 情報をですね、配信していきますので、当事者はもちろん治療情報があるんで、ぜひぜひチャンネル登録していただきたいんですけど、当事者じゃない方もですね、あ、なんかこんなことしてるんだなとか、ちょっとでも興味があるなっていう方はですね、お気軽にチャンネル登録してください。